腎不全が進行すると体から老廃物を出せなくなり、命の危険を伴います。結果的に腕の血管の手術をして、血液をきれいにするためにクリニックに通う人工透析という状態になってしまう場合もあって、非常に大変な状況になってしまいます。なんだかズボンが窮屈になったな、顔が腫れぼったくなった気がする、おしっこがなんかいつもと違う気がする、もしこういうことが起こったら、それは腎臓があなたに悲痛な叫びを訴えているサインかもしれません。腎臓の悲鳴はおしっこだけではわかりません。腎臓の悲鳴を見逃すと、一生人工透析に通わなければならない場合もあります。予防医学チャンネルをご覧の皆様には絶対に後悔してほしくないので、見逃さないよう、よくある症状についてはしっかり覚えておきましょう。こんにちは、医師監修予防医学チャンネルのお時間です。今回は、絶対に見逃してはいけない腎不全が進行しているサイン3選というテーマでお話をしていきます。それでは早速参りましょう。絶対に見逃してはいけない腎不全が進行しているサイン。一つ目は、疲れやすさです。腎不全による疲れはどこから来ているかというと、貧血なんです。なぜ腎不全で貧血が起こるんでしょうか？腎臓には様々な働きがあるんですけど、実はホルモンを作る工場の役割も果たしているんです。この腎臓から生まれたホルモンの名前をエリスロポエチンと言います。血液は骨の中にある骨髄というところで作られているんですが、骨髄は少々怠け者なので、誰かにお願いされないと張り切って血液を作ってくれません。そこでエリスロポエチンは腎臓から生まれると骨髄のところに行って、ツンツン骨髄をつついて血液を作ってとお願いをします。このようにエリスロポエチンが骨髄を刺激してくれるおかげで、十分な血液が体を巡ることができているわけなんです。しかし腎不全の状態になると、工場としての腎臓の働きが落ちてしまい、エリスロポエチンが作られる量が減ってしまいます。そのため骨髄が、最近あんまりあいつらお願いしに来ないから、そんなにいっぱい血液を作らなくていいかなと怠けてしまい、血液を作る量を減らしてしまい、貧血になってしまうっていう仕組みなんですね。このように腎不全のせいで起こる貧血を腎性貧血と言います。貧血になると疲れやすい、立ちくらみがする、息切れがするといった症状が出ますので、貧血っぽい症状がある人は一度病院でヘモグロビンという貧血の指標を確認してもらうよう病院でお願いしてもいいかなと思います。ちなみに予防医学チャンネルでは、医者の見地からエビデンスに基づいた医学健康情報を発信しておりますので、頭の片隅に覚えておいてもらえるときっと役に立つと思います。絶対に見逃してはいけない腎不全が進行しているサイン。二つ目は、全身のむくみです。心不全や肝不全の動画でもむくみの症状は紹介しましたが、腎不全でもむくみの症状が出ることがあるんです。肝臓の動画でお話ししたように、血液の中にはアルブミンというタンパク質がぷかぷか浮いていて、血管の外から中に水分を引っ張ってきてくれます。このアルブミンのおかげで血液を全身に巡らせることができるわけなんです。そのため大事な大事なアルブミンを体の外に出したくないので、通常であればおしっこの中にこのアルブミンが漏れるっていうことはほとんどありません。腎臓の中には実は網目のような部分があって、そこからちょうどいらないものだけ尿に越して、アルブミンなど大事なものは通れないようになっているんです。
しかし腎不全の状態になるとこの網目の部分がガバガバになってしまうことがあって、大事な大事なアルブミンもガバガバおしっこに出ていってしまいます。こうなると水分を引っ張ってきてくれる血液の中のアルブミンが減ってしまい、水分が血管の外にダダ漏れになってしまい、体がむくんでしまうわけなんです。例えば腎不全の一種のネフローゼ症候群っていう病気で、このむくみの症状が出ることが多いです。太っているのとむくみは全く違います。太っている場合は体の脂肪が増えている状態なんですが、むくみの場合は体の水分が増えて血管の外に漏れまくっている状態のことなんです。この違いを確認するのに一ついい方法があるので、ぜひやってみてください。それは体の中でブヨッとしている部分を10秒ぐらい手の指で押さえてみるんです。そして離した時、跡がくっきり残る場合はそれはむくみです。足のすねなどでやると分かりやすいので、今後ブヨッとすることがあればぜひ試してみてください。また腎不全でむくんでいる場合、体の水分の量が結構一気に増えるので、かなり急激に体重が増えることも多いです。普通に太っている場合はよほど暴飲暴食をしない限りは徐々に体重が増えてくるので、ここも大きな違いですので覚えておいてください。そして腎不全になった経験のある方は、あなたの経験談が私にとっても他の視聴者さんにとってもきっと役に立つと思うので、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。絶対に見逃してはいけない腎不全が進行しているサイン、3つ目はおしっこの泡立ちです。今説明したようにおしっこにアルブミンが漏れてしまうと、おしっこが泡立つことがあるんです。これはアルブミンをはじめとしたおしっこの中のタンパク質が増えていることが原因の場合があります。泡立ったから全てが異常なわけではないんですが、もしおしっこが泡立っている原因がタンパク質の漏れだったとすると、かなりタンパクが漏れている危険性がありますので要注意なんです。なんかいつもよりひどくおしっこが泡立っている状態が続いているんだけどと悩んだ場合は、一度尿タンパク検査をしてアルブミンなどのタンパク質がおしっこに漏れていないかチェックしてみてください。病院でももちろんできますし、自宅でできる簡易な尿タンパク検査キットもあるので、病院に行く時間がない人はそちらも利用してみてくださいね。またタンパク尿っていう言葉に馴染みがない方は別の動画で徹底解説しておりますので、よかったらそちらも見てみてください。一度機能が落ちた腎臓を改善させるのは難しいです。しかし機能が落ちるのをできるだけ止めてあげるのは本当に大事なことです。大事な大事な腎臓を少しでも長持ちさせるために、ぜひ今回の内容は覚えておいてくださいね。それではまたの受診をお待ちしております。